出せるんですか。こっちよく感じて、あの音じゃなくて体で、はい、最初の音だそうです。
たせいたしました。ラストを飾るのは水戸女子高等学校吹奏楽部によるパフォーマンスになります。ご紹介いたします。私たち水戸女子高等学校吹奏楽部は今年度の東関東吹奏楽コンクールにて銀賞をいただくことができました。日頃から応援してくださる皆様に笑顔と感動を届けられるよう精一杯演奏いたします。最後までお楽しみくださいということです。それでは水戸女子高等学校吹奏楽部の皆さん、お願いいたします。皆さん、こんにちは。水戸女子高等学校吹奏楽部です。私たちは2年生18人、1年生17人の計35人で、きらめけ水戸女子スマイル、届け心からの音楽、全国大会金賞という目標で、顧問の木村先生、鈴木あゆみ先生、柳先生、金井先生、飯村先生、鹿島先生、木内先生のご指導のもと、毎日明るく楽しく活動しています。本日は私たちの心からの音楽を会場いっぱいに届けられるよう演奏します。最初に演奏するのは宝島です。この曲はバンドの曲として使用されていたものを真島敏夫さんによって吹奏楽バージョンに編曲されました。サンバ調のリズムで自然と体が動き出してしまうような一曲となっています。私たちの息の合った振り付けとともに、明るく華やかなこの曲を皆さんも手拍子をしながら一緒にお楽しみください。Thank you.
次に演奏する曲は天野正道作曲の GR よりシンフォニックセレクションです。今回は32人という少人数のため中編成の楽譜を使い演奏しますが、大編成とはまた違った魅力あふれるサウンドをお楽しみください。それでは冒頭のトランペットの叙情的なソロと金管楽器の迫力あるサウンドや木管楽器の温かさのある旋律などに注目しながらお聴きください。
楽しみいただけたでしょうか。ここでお知らせがあります。5月4日にザ・広沢シティ会館にて水戸女子高等学校吹奏楽部第20回定期演奏会スプリングコンサートが行われます。水戸女子定番の宝島やシングシングシングスターウォーズコンサートセレクションなど盛りだくさんの内容となっています。13時会場、13時30分開演です。お時間のある方はぜひお越しください。最後に演奏するのはジャズといったらこの曲、シングシングシングです。管楽器によるキレのある振り付けやクラリネットとドラムのオリジナリティあふれるソロなど水戸女子らしさ全開のパフォーマンスにご注目ください。それではレッツミュージック。Thank you.
バレンタインも終了となるのですが、ちょっと皆さん寂しくないでしょうか。お声が聞こえてきますか。アンコールお願いしたいと思います。吹奏楽部の皆さん、先生大丈夫でしょうか。ありがとうございます。それではアンコールお願いいたします。ありがとうございます、最後にマーチを演奏させていただきます。バレンタインをお過ごしください。ありがとうございました。